やったー、 KK です。今回はですね、20勝チャレンジを20勝無敗でねクリアすることがねできたんですよ。まあその前にいろんなことはあったんですけどね、まあそれは置いといて、そう、そちらのデッキを紹介していこうと思います。まず一つ目、こちらのロイジャーデッキなんですけど、これはね、サブ枠なんでスキキンがないんで、キョスケただ置いてるだけなんですけど、スキキンです、この枠は。で、このキョスケロイジャーが、キョスケロイジャーじゃねえわ、そしたらダメだろ、スキキンロイジャーが強かったんですよね。で、ラツさんが使っててね、そのそれをみんなで、それが強いっていう風にね、ラツさんに教えてもらって使ってみたら結構強かったって感じですね。二つ目、こちら支援スキャラですね。これはまあなんて言うんだろうな、なんとなく、そう、得意デッキでもあるし、まあ、環境にも言うて刺さってそうだなって。ミラーエルジェとかきつかったんですよね、遅延スキャラ俺使ってて前シーズン。なんで今ちょっとミラーエルジェとかがやっぱ減ったんで、だいぶ減ったよね、てか良いんじゃないかなと思って使ったら強かったですね、というところで、今回はね、まあ、サブアカもちょっとあれからダラダラやって、ね、現在14勝2敗なんで、こっから20勝目指してちょっとやっていこうと思います。まあ、もう2敗ついちゃってるんですけど、まあ、こっからね、まあ、無敗で勝つことができればね、このデッキたちの強さが分かるんじゃないかなと身に染みてね思うんでやっていきます。とりあえずこちらの、スケキンロイジェデッキ、お、スケキンセットされてるわ、 OK、 これですね。キョスケは何でもないです、似てるからただ添えてるだけで、そこのデッキ組めないんだよね、サブアカだと。これね、組めるようにしてほしいんですけど、まあまあとりあえずやっていこうと思います。組めるようにしたらマルチ消えねえが、いきます。さあ来ました。まあこのキョスケル、キョスケじゃねえよ、やばいやばい、スケキンロイジェ何が強いかって笑ってんだけど、スケキン、あ、え、そういうこと、俺がキョスケって間違えたことに笑っちゃってるってこと、なるほどね、面白いやつ。さあとりあえず打って転がしていこうかな。さあタルバー来たんで、これに対して打って転がしていって、まあ何が強いかっていうと、まあスケキンがね、下方されてなお強いですね。で、キョスケ強いじゃないですか、今キョスケが普通に強いんですけど、そのキョスケに対して強いのってスケキンなんですよっていう強さだったりだとか、あと環境にマザネクが刺さるのかな、うん、小物系とか、なんかマザネクが5加砲されて5が少し減ったのかな、それによってザッピーとマザネクが強いなーっていう感じですね。タルババ切ってスパーキーないんで、ここ後ろスケキンから出していきます。別に2倍タイムからめっちゃ強いっていうデッキでもないんで、2倍入る前に今動いてもいいかなと。うん、もし相手がゴレとかだった場合ね、2倍まで、ま、何もせず待った方が損だと思うんで、ここはザッピー公園につけていって、スケキンザッピーの形を作って、うわー、いいベビドラだな、マジで。たまんねえだろ、そんなベビドラ出したら。さあ、ここはマザーネクロ出して、ここね、ロイジェ出していきたいな。ロイジェ出して、もう一枚何かしら来ると思うんだよね。ライトか。さあ、ここはウッドで墓石のスケルトンを消していって、ロイジェを通していく。てか、これ、ゴレっすね。危ね危ね。ずっと待ってたら負けるとこだった。ゴレスケキンのタルババ墓石の、ライトニングトルネ、タルババ、ダクネ、ゴレスかね。さあ、ここは一旦どうしよっかな。まあ、ゴレ、まあ、2倍タイム入ったら来る。おお、今来たか。それに対してはスケキン合わせていって、基本スケキンのスキルでゴレを溶かしつつ時間を稼いで、で、下からのザッピーとかマズネクで溶かしていくっていうイメージですね。トリトン金起動は、まあ、基本狙わないでいいかなと思ってます。チャンスあったら狙うぐらいかな。さあ、ここはハイボットいって、ハイボットで、まあ、ダークネ処理しちゃおう。よいしょ、ちょっとやばいな。やばいな、やばいな、危ねえ。いや、結構致命傷だな。うわ、まずいな。トリトン、もうちょいはめ。あ、これはライトニング美味しいんでね。いや、このライトニング美味しいな。これだいぶ変わるわ。で、多分墓石、墓石でやってくると思うんで、そこのタイミングに合わせて、転がしてあげて。さあ、このダクネには何もつけてこないんで、一旦休養してからかな。さあ、ここはスケキンにスケキン合わせていって、逆サイスケキンうまかったな、相手の。これはザッピー出して、しっかり守っていきたいね。これは墓石出します。で、相手ね、墓石ないんで今、これをイジェ出します。で、ここで、とりあえずスキル使って、OKOK。で、ここ相手結構守ってるんで、ライトニングがすぐ打てないと思うんですよ。なんでその隙に、こんな感じでマズネクで耐えていって、ザッピーでギリギリ耐える。いや、これ苦しいな。でね、相手ね、右に墓石使ってたんですよ。だから、ここ今墓石ないんで、ロイジェが刺さるはず。これはマズネクだな。マズネクでコウモリ狙い。
うわ、墓石回ったか。キリ回ったな。いや、いいタルババ。相手上手くないなんか。スケキンスキル回収していく。スケキン残るよ。OK。いや、このね、こいつがダメなんだよ。悪さしてんだよな。ここスキル使いたい。OK。いや、これザッピエとかして。いや、ある。マジである。これロイジャーで竹取る。いや、ベビドラ処理してくれ。頼むよ。え、頼むよ。ここ、ボス来る。ボス来のタイミングでウッド転がして。で、ウッドファイブで溶かせるんで。なんで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 そういうことすんの。余計だって、余計。余計なことしてる。余計なことしやがって。コロイジャー出してからのマズネクだね。マズネク無双しろ。うわー、足りないかな、これ。やばいか。はお、神平石、マジ。マジで神平石。相手一番急いでたんで、ライトニング絶対手前だったんですよ。てか、結構ね、負けを確信してたんですけど、ザッピーの体力が、まあ、残れば平石は確定でできるなって思ってて、まあ、できてよかったっすね。OK。普通に負け時代だ。やべえ、これ終わってた俺の。でも、クララって結果論じゃね？勝てばいいよな。とりあえずスケラ使います。ザッピーって意外と体力あるんだな。よろしく。300何十とかを守りきれんのか。熱いな、今の勝ったの。今のの範囲は、普通に単体スケキンどうしようかなーって悩んでる間にめっちゃ削られたってやつですね。早めにもっとトリトンとかで内側寄せたりだとか、まあ、外側に引っ張ってあげたりだとかしてたら、もうちょいマズネクとかで楽に抑えられてたんで、あそこまでなってなかったからって感じかな。さあ、今回遅延スケラ。ここは多い方にアイビズ出していって、初手スケブスーパー珍しいですね。で、バルキリーの理由は、まあ、スケキンも普通に弱体化されてるんですけど、多いんですよ。それに対してのメタカードでもあるんでって感じかな。スケブからのボーラーか、ボーラースケフリとかの可能性高いですね。さあ、ここは逆サイタルババしていって、スケキン来た。スケキンには、バルキリー合わせて、いや、このボーラーがもう、何でも止まらない。これ一旦後ろに下げようか。これ守れるでしょ。いや、結構結構スケキン残んな。いや、タルバはもうちょい早めに転がしてけばよかった。ポイズンと墓石で守れるかなと思ったら全然守れなかったな。いやー、この時は、遅延スケラは、ベビドラじゃない、インドラがきついんだよね。そう。だから今、インドラうまく刺されたって感じなんですけど、相手もこっちの攻めのターンの時は、いろいろきついのがあると思うんで、そこら辺を狙っていきたい。ここは、なんか、片方サイドになんか来たら速攻でスケラ打ちたいけどね。しかも打っていいな。いきます。打って、で、スケルトン部隊に取るね。それね、って、これなんならベビドラ、あっちにやって、ベビドラの範囲ダメージも入れたけど、今回は、失敗。いやー、このボーラーやばいな。ボーラーをアイビズでうまく、ゆっくりしていって、もらって、こっち墓石かな。で、ここスケラ行きたいですね。お、いや、これ美味しい。これ相手ね、このインドラないとこっちのベビドラとか止まんないんですよね。なんだかんだ。なんでこれバルキリータゲのスケラ打って取るね。オッケー、完璧。いや、これ熱いね。ただインドラが溜まってるんで、それが厄介すぎるな。まあ、インドラにはアイビズが唯一強いんでね、そこを出してあげるといいかな。さあ、これはこっちこうだな。墓石も強いっす、あのインドラに。ベビードラ出して、これさ、後ろ釣られるでしょ？これインドラからタゲ取れば、オッケーオッケーオッケー。これトルネプラスのアイビズで金起動。完璧です。で、これはスケブアイビズで処理して、ボーポイ貼っていいな。タワー入っちゃってるんでね。オッケーで、今スケブ切ったから、相手受けないんですよ。
なんでここはスケラプラスのタルババでボーラー来ると思うけど、言うてスケランダメージ結構入ると思います。いや入ってんね。で一番良くない流れがベビドラをインドラでカモられてっていう展開があんま良くないんですよ。だからここはボーポイ貼る、ボーポイ貼ってもうベビーアイウィズでしっかりとインドラに対して勝っていく。さあこのフリーズ美味しいですね。でここ相手スケルトン部隊切ってないんでスケブ防衛が考えられるんでトルネ構えてスケブ見えたらトルネってあげると。でこの位置だとベビドラのダメージ入るですね。範囲ダメージ入って、あ、GG! オッケー、いいね。キング起動から完璧に流れ掴んだな。あのキング起動できるかできないかでマジで勝率変わってくるんで、あれ大事っすよね。ああいう場面で。あ、なんか、あれだな。表現が曖昧っすね。さあ続きまして、ちょっとさっき危なかったスケキンロイジェのいいところをもっとお見せしたいんでね。いきます。さあ来ました。めっちゃ遅延スキラ使ってそうな名前。なんかね、やっぱ国によってね、使ってるデッキ、そのやっぱクリエイターとかの、色の違いなのかもしれないんですけど、韓国在住の方はね、遅延スキャラ使いの方が多いんですよ。多分いたんだろうね、遅延スキャラで有名な人が。遅延をすごい使うイメージある。なんかいろいろ性格とかもあるんだろうね、国とかの。日本とかやっぱ高回転とか、ホグ、枯渇とか、そういうあたりのデッキが多いのかな。昔使ってる人が、昔有名で使ってた人が使ったからね、そのみかんさんとかイサポロンさんとか、そうそうそう。っていうので浸透していっていってって感じもありますよねと思いますが、相手のデッキがわかんない。とりあえず、まあ墓石から出していこうかな。タルババだって急用したよな一発。うわ、また来た。ここは、まあ、トリトン合わせからかな。エレジャイはさすがにないと信じたい。まあ、あってもギリギリザッピーでなんとかなると思う。オッケーオッケーオッケー。ここはザッピー合わせて、まあ、この時点で、まあ、こういうデッキ俺嫌いっていうか苦手なんだよね、この対面。ノロイジャイマズネクデッキで。ベビドラら辺がきついからさ。いや、でもめっちゃいい。お？なんだこれ？どうなってんだ？どっちもやられたか。うわ、ファルチ来た。じゃあ、ここちょっと、ロイジャー行ってみます。なるほど。これ速攻5打って、いや、トリトン間に合うかな？間に合わないか。いや、これも、ギリギリ出す。はい！来た！これ、いける！キング起動！おいしょ！いや、でかい。で、あいつもスキル溜まってないから、ザッピーで、うーわ、これ許容だな。スケキン許容してザッピーでもおります。これ受けてザッピー突破される方がしんどいと思うんでね。で、これはやばい状況なんですけど、俺のが削れてるんで、まあ、許容しながらカウンター狙っていく。ここボーラー来ますね。これで一旦落ち着きかな。これでもね、逆サイ狙っていかないと、ボーラーとかに無限に守られてしまうんで。そう。ここも5打っていって、しっかりと。OK、まずねくいね。さあ、ここ墓石出していきます。相手スケラなんでね。スケラ対策の。で、しっかりと、右サイドを狙っていきたい、ここからは。ファイボ手札にあったら攻めていいっすもん。もうザッピーに打つだけなんで。で、そしたら相手も攻められてるタイミングだと、スケラはなかなか打てないんですよ。スケラフリーズまではいけないんですよね。そうなると、まあ、キング起動してて、こっちに部があるというね。仕組みとなっております。これはもう呪文削りできるね。呪文で削ってって、あと5ウッドでいけるな。うわ、これちょっと右が怖い。来た。これはしっかりキングタワーと離して出してあげることによってフリーズがなかなか打ちづらい。もうスキキも固まっちゃったよ。 OK、 これ逆サイ入った。よいしょ、 GG。いやー強いですね。これが強みっていうほどの圧勝ではないんですけども。やっぱマズネクとザッピーがさっきから刺さってる印象がありますね。さあ、17勝。あと3連勝で、頑張ろう。支援スキャラ使っていきます。よし、来た。上潮さん、よろしく。集中！支援スキャラね、今シーズンマルチでも使おうかなって思ってますね、結構。うわー、これ取りにあったらキング起動、メシウマだったのにな。オッケーオッケー。まあまあまあいいでしょう。
そんな都合よくいきません。ユーノが入ってるデッキってことは、これ多分、コウモリも入ってるんで、メガナイトウォールブレイカーあたりな気がしますね。なんでここメガナイトウォールブレイカー来るでしょ。めちゃ、ウォールブレイカー来るでしょ。こうしようかな。こうしたらさ、さすがに守りきれるよな。ちょっと。ここはさすがにアイビズ。なんかここに構えてた理由は、いや、これちょっとやばいな。でもここでバルキリー咲くと、メガナイトに、キャンキャンにされるんで、まあ、シャアなしの、いや、これもう、やばい。この手、プリンスに8コス咲いてますからね。だいぶアドっすよ。まあ、でも、メガナイトない、そう、メガナイトさえ、って感じだな。OK、これで耐えれるでしょ。なんなら耐えてくれ、これで。キング起動してくれなんなら。来た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 、おっしゃでかっ。これ言うの消えよう。してたらババ温存してウォールブレイク。いやー、今のキング起動いいっすね。もう一マスこっち釣れたかな。釣れたら多分言うのもね、誘導できたと思うんすけど、バルキリーの位置的にちょっとわかんなかったんでね、満杯の位置に出しましたね。まあ、序盤は安全安全でやった方がクラロは強いっすよね。なんか安定して。さあ、これね、序盤きつそうだなって思うと思うんですけども、まあ終盤になるにつれて、こっちに相性が傾いてきて、最終的に勝ちます。そう、序盤のプリンスがね、なんか手札の循環がうまくいってない時に来ると終わるんですよ。でも墓石とかスケラとかちゃんと受けはしっかりあるんで、やっぱ。終盤そこら辺が不足することがないんでね。そうなるともう負けないですね。さあ、ここポイズン打っていって。いや、でもこれ墓石あるし。オッケーオッケーオッケー。ああ、なるほどね。これ突撃切れていいな。ここスケラ1、いきます。で、コウモリに取るね。メガネとくるよ。ザップだね。で、逆サイマスク許容します。コウモリ、そのタイミングなら守んないでいいかな。さあ、墓石出して、タルババかな、とりあえず。OK、ここはポイズンだけですね。で、これアイウィズで守って、全然ディガー飛ばしてこないな。ディガーないのかな？あ、でもユーノプリンスっておかしいわ。ディガーなしだ。珍しい。オッケーオッケー。ちょっとま、あの左のタワーの竹がメガナイトに行くか怖かったんですけど。まあまあまあって感じですね。いいよ、墓石。これ、来るよね。そう、プリンスには墓石かスケラ受け。終盤でこういう、その盤面になったら、スケラ受けでいいですね。とりあえず守ればいいって感じなんで。これ、コウモリ追加来るな。こっちに集めてあげて、アイウィズで処理。しっかりウォールブレーカーにはタルババ。ディガーないの楽だな。さあ、ここはポイズン打って、よいしょ。墓石防衛。ちょっと怖いな。たまにね、そのザップとかで奇跡的に突破してくる輩がいるんでね。それには気をつけてないとですね。ここスケラとか打ったら、ワンチャン、ほんとワンチャンね。防がれる時もあるんで、ここはトルネからの墓石。あ、ちょっとやばい。いや、でもこれ、ウォールブレイク入っても大丈夫だな。いや、なんならめっちゃいい。さあ、ここ、ポイズン打って、アイウィズ、マスケには、アイウィズ当てて、ベビドラ入って、ジジイと。序盤、てか終盤もなんか怪しかったけども、なんとか守りきってね、勝ち切れましたと。まあ、ウォールブレイク入ってても大丈夫だったな、体力的に。さあ、18勝2敗。来るとこまで来てんな。あ、でもこれ、あれか、サブアカだからちゃんと選ばないと。ここはザッピーにして、ホグでしょ。ロイホグでしょ。サブアカはマルチ、このサブアカは3つ目なんで、さすがにマルチいけるまで育てるつもりはないんですけども、なんか、もしもの時のために、ちゃんと選んできて。うわー、ライトニングだな。オッケーオッケー。美味しいなー。てか、報酬マジ豪華だよな、勝ってたら。で、皆さんもね、勝てる限り、頑張っていきましょうと。でもね、大変だと思うんだよ。毎回リセットで。
道のりが遠すぎるからなんですけど、やっぱだからこその成功した時の達成感というかたまんないっすよね。あ、好きにしたっけ。 OK、 10時になったからナイトシフトモードになってるわ。レッド Wi-Fi、 赤トルネのことかな。クラロワって電波悪かったら真ん中にその電波マークがね出てくることがあるんですよね、たまに。さあここはザッピーセパでもいいですけど、墓石初手が丸いかな。墓石初手とりあえず置いて相手の動きを。おお、相手も墓石、俺も墓石。ここはちょっとマズネク高めで、これうざいっすよね。やられて嫌なことランキング高い気がする。でこれは多分遅延スキャラとかそのあたりだとは思うんですが、ここ5打ったら結構豚にできるんですけど、一旦待っていいっす。これはスケキンのスキルもマックスなんでね、ちょっと怖いところっすよね。ここは5打っちまいます。よいしょ。これあれだな、スケラですね。インドラ入ってるやつで、スケキンと、キョスケかスケキンとムートとかのが多いかな。まあ、これ8万円、いやでも、いやこれ手札回した方がいいな。インドラがやばすぎる。でこれで8万円来ても大丈夫だね。とりあえず墓石出していって、インドラがね敵だねマジ。さあここは次の2体に合わせてスケキン出していって、魂回収しつつ、キョスケに強いですよこいつは。でここはロイジェイからのザッピー行っていいな。ザッピー行って、あインドラ来ないか。インドラ来た、なるほど。これだからスキル使わないで大丈夫そうなんだけど、どうかな。大丈夫だよね。オッケーオッケー。ここはトリトンで逆サイ持ってこうかな、インドラ。オッケー。お散歩してあげて、インドラに対してザッピー以外が当てるの渋いんで、基本ザッピー当てていきたいですね。さあ、で、マズネクをスキラインに使うって感じかな。さあ、ここはウッド転がしてからのスケキン。うわー、そっち来るのうまいな。いや、これどうしよう。これ一旦マズネク出すわ。マズネク出して、いや大丈夫、ここに5を使わせてからの、さあ、どっちに使う？お、そっちか。いや、これちょっと怖いけど、絶対に、内側のスケルトン消すタイミングで OK。完璧。マジ完璧。これやばいぞ。激渋いプレイ。このプレイ渋いっすね。激渋プレイがハマっていく。さあ、これはスケキンプラスのマズネクの組み合わせでさらに畳みかけていって。よいしょ。いや、ロイジャイがなんかずっとなんか横移動してるわ。陽気なロイジェですね。さあ、ジジイ。今のはね、そう、相手もスキラ打ってトリトン警戒で、キングキッド阻止しようとしたんですけども、しっかりと、ウッドのタイミングによってはね、むずいんですけど、しっかりトリトンがもう、ウッドで消えた瞬間にキョスケにタゲを取る瞬間に、ウッド転がしてあげたら、あんな感じでキングキッドして、スキラ守れるって感じですね。さあ、ラスト一戦。ここまで来れたな。いや、これ、今回できそう。頑張っていきます。いきます。さあ、来ました。いや、あんな、なんか昨日苦戦したとは思えないな、こんな順調にいくのは。さあさあさあ、まあ一回クリアするとやっぱ心に余裕というか生まれますよね、少しは。ただ気引き締めてやっていくんですけど、ファイスピとウォールブレイカーということでドリルデッキかな。ドリルデッキは基本ね相性いいと思います。しかも吹き矢じゃないんで、これは8枚目、あこれ緊急できる。やっちゃうけどなんだけど、いや結構痛いな。キング起動するときって起動しないといけないんですよ。だからこれあり、戦略的。これ釣られるね。やばい、危な。オッケー。いや序盤にしてはだいぶ守った方よ。でドリルに対してキング起動できるかできないかがねマジで重要なん で今回できたじゃないですか。なんで勝ちです。もう今の瞬間に勝った。20勝到達です、これ。さあ、というのは置いといて。相手ウッドもないんで、スケラ受けしんどいっすよ。ただ、縦線があるんですよ。縦線がスケラ受けですごく優秀なんで、そこをうまく、だから縦線がある場合は攻めない。もしくは、縦線がある場合は、
せめてポイズンを打つの2択です。だからこことかここススキラとか打ったらアド回収されちゃうんでダメですね。ここはバルキリー受けだね。だから基本ドリル相手には2倍タイムに攻めるのがいいかな。さあここも一旦墓石置いていってウォールブレイカー警戒しつつファイスピ警戒しつつ、たまにファイブを打ってくるんですよここ。今回打ってこないね。これ美味しいっすね。墓石の養分だ。墓石を壊すためのウォールブレイカーなのかな、わかんないんですけども、ここはベビーダラ出すと高めインフェが来るんですよ。なんで、まあ、インフェをこんな感じでタルババでちょっと警戒してあげて、もうポイズンも打つ。今回相手うまいですね。バルキリー。相手がポイズン打ってきそうだなと思ったんで、多分バルキリーで守ってきました。ただスキランダメージ、響きますね。さあ、ここは墓石を置いてからの、しっかりドリルには、バルキリー当てて、多分ファイブ打ってくんだよね。そう、ファイブ打ってきたら困るんで、トルネからのアイウィズでしっかりと手堅く守っていきます。相手意外とね、バルキリー、ベビドラスキラってよりバルキリースキラの方がきついんで、ここ。で、ここポイズン。相手は手前にそう、バルキリー敷きたいんで、絶対後ろに達人が出てくるんですよ。それにポイズンが必ず引っかかりますね。さあ、ここベビドラ出すんですけど、また結局ね、ここはベビドラいるんで、これ大丈夫。ダイビズで抑えて、ああ、バルキリーとかで守ってくるのか、ベビドラは。うん。いい防衛ですね。さあ、こっからは、とりあえず墓石出して、墓石に5を打たれる分には俺いいと思うんだよね。でドリルには、からのタルババ。いや、悪くない。むしろいい。さあ、ここどうしよっかな。もう一守りでも良さそう。ナイズ出して。これ、ベビドラも出していいな。いや、これは、熱い。ここ一旦墓石出すじゃないですか。いや、これ、熱苦しい。これ、熱苦しいな。で、ここは、スケラプラスの、ここは縦線ですね。ポイズン。お、バルキリか？バルキリだな、これ。うまいね、相手。ボンバーで回して、縦線でやっぱスケラって守りたくなるんですよ。なんですけど、相手もぐっとこらえてね、縦線で守ってますね。これは高めのベビドラプラスアイユーズで、前をとにかく、ウォールブレイカー来ても大丈夫なようにして、これはまずい。ベビドラとアイユーズの範囲が全然活かされてなかったな。さあ、こっからなんですけど、とりあえずこれはポイズンだ。美味しいわ。こうなったらスケラなかなか打てない。ただ、しっかり守りに専念すれば大丈夫です。この高め。高めアイビズは、ファイボが当たらないんで、めっちゃいいっす。タルババって、ここでポイズンが回ったんで、スケラプラスのポイズン。で、ここはインフェとかしたんで、ベビドラ、スメベビドラっすね。スメベビドラ強いっすよ。で、ここバルキー出すんですけど、多分、ファイボ来るかな？ファイボ来ないか。ファイボク、おぉ、じじ。ファイボク来た場合にしっかりタルババとかも準備してあげると、よりそのドリルに、あ、やばいってなって反応が遅れて負けることってのが少なくなると思いますと。ということで、サブアカ、これ一発ですね。一発で20勝クリア。ボブアカウント。さあ、じじというところでね。まあ、13勝2敗ぐらいから、14勝2敗かなぐらいから駆け上がってなんとかクリアすることができましたということでね、この2つのデッキ、まあ僕の得意デッキなんで、だいぶ得意っていうのはあると思うんですけど、それでもね、まあクリアできたんで強いデッキだと思うんでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。この挙付け方は全然ダメです。スキキンだからこそ強いっていう感じかな。ということで、今日の動画終わります。皆さんも20勝を目指して頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。